2番目に、おじいちゃんおばあちゃんを元気づけたいと。鹿児島は本当に田舎なんですよ。で、過疎化が進んで、鹿児島市は人口6、70万人で大都会なんですが、ちょっと郊外に行くと本当に過疎化が進んで、おじいちゃんとおばあちゃんしか住んでないんです。で、そのおじいちゃんおばあちゃんたちを、地方にいるおじいちゃんおばあちゃんたちを元気づけようと。元気づけるためには、この鹿児島弁がおじいちゃんおばあちゃんは得意なので、若い人たちに教えていただこうと、元気にして差し上げたいということが2番目。3番目としては、この鹿児島弁の検定をイベント化して、そして、先ほど言いました地域おこしに何とか結びつけることができないだろう。これまだ不確定な分で勉強不足なんですけれども、皆さんの今回のセミナーでいろいろ勉強しまして、ものすごくたくさんの収穫を得まして、早く鹿児島に帰りまして、みんなに報告したいなと逆に思っているところでございます。そういう目的をですね、検定でやるんですけれども、皆さんの手元にパンフレットですね、チラシを作っておりますけれども、これを少し説明をしていきたいと思います。昨日石黒先生から言われた、まず目的が書いてないんですよね。もう本当に恥ずかしいんですけれども、でも目的は、今申し上げましたように、うちのメンバーも関連するスタッフもみんな分かってるんです。分かってるけど、このパンフレットに表現してないという大欠点、分かったんです。で、それを踏まえながら少し説明をしていきたいと思うんですけれども、我々はこの検定を今 DVD で見ましたけれども、見ていただきましたけど、3月にですね、手探り状態だったので、模擬検定をやろうということになったんです。模擬検定やって大正解だったんです。なぜかというと、問題だらけで、もう本当に勉強だったんですね。でもクレームは来るわ、もう本当に自信喪失で、もう検定の前で、もう検定終わったあくびに、みんなもうやめようかと、そこまでなったんですけど、いや、これ一回乗りかかった船を今更やめたら、もうこれ私鹿児島に住めんなと思ってですね。で、まあいろいろあったんですけれども、まずですね、事前に予定してたことをちょっと3つ4つあるんですよ。検定は、鹿児島弁の一番の権威の方に出してもらおうと、これはやっぱり絶対に不可欠だな、これはもう分かってたんです。それとあと言語学者とかですね、大学の先生とか、鹿児島弁はもう一部独特なものですから、大変研究されている方がとても多いんです。でインターネットなんかで鹿児島弁って入れただけでダーッと出てくるんですね。秋田弁とか東北弁とかですね、そういったのもあるんですけども、まあそれに負けず劣らず、鹿児島弁はものすごい研究している方が多いということ で、 ですから、一番の権威の方にお願い、出題をしようということで、それとパンフレット見ていただければかと思うんですけども、ステップアップ方式の昇級をしようと。初級、中級、上級はもう当たり前なんですけども、それを各級の 70% の点数取った方が合格なんですが、その方々は再度試験を しまして、その中の成績優秀な方、これはね、何パーセントとか点数が 何点以上とか計画してないんですよ。一旦書いていただいて、この方は優秀だと思われる方にチラシに書いてございますけれども、修士試験、ごめんなさい、修士、学士、博士という3つの初級、中級、上級の応じた称号を差し上げようと。これで20式の昇級を考えています。で、3番目に、各級の初級、中級、上級ってあるんですけれども、その上級、その級の合格者の方々に、
ごめんなさい、違いました。その博士試験に合格された方に、景品を副賞をですね、インセンティブとして、お付けしようということで、これが先ほど山下さんが、おっしゃった、まあ、私ども の, この鹿児島弁検定を今日事例発表でさせる一つのキーワードだと思うんですけども、企業さんにお願いに、まあ、私どもこれからいくわけの今アプローチしたり言ってるわけですけども、このことは、ちょっと後で、ご説明しますね。すごい反響を呼んでいて、もうほっとってでも商品をたくさんくれるところが来るという状況が生まれます。それと、まあ、以上、まあ、大体そういうことを考えながらこのチラシは作ったつもりなんですけども、昨日石黒先生のを照らすともう大決定だらけというチラシをとりあえずご説明をいたします。黄色の方からですね、おもしてか鹿児島弁検定とおもしてかというのはなぜ入れたかというと、楽しいよという意思表示ですね、面白いという鹿児島弁なんですけども、私どもの今回の検定は第1に第2に第3にもうともかく面白おかしくしようと、今 DVD 見ていただいたように受ける方がもう終わった後ですね、もう吉本の新喜劇見るよりもはるかに面白かったと、これ入場料とっても出せようというぐらいですね、面白かったとおっしゃっていただいても、それではもうめちゃめちゃ嬉しかったですね。ですから、まあ、ここにおもしてか鹿児島弁検定と、鹿児島弁の弁を赤く塗ってるんですけど、これは鹿児島検定っていうですね、ちょっと先行してる巨大組織がしているところがあるものですから、そことは違いますよと、弁ですよということで、赤く塗っております。それと、落語家の方が載ってますよね。チラシがですね、実はこの落語家が載ってる方とそれと載ってない方と、載ってないプリントが出てるところもありますよね。これは戦略的になっておりまして、この落語家の方は鹿児島弁で、落語をするというとってもユニークな、東京でも結構人気があるんですけど、東京在住なんですね。で、私明日、今日会うんですけれども、鹿児島ではもう絶大な人気を持っておられる方なんです。で、この方に、私どもこういうもう第1回目で、もう明け間から鹿児島弁を語り尽くかいって言うんですけど、ギャラなしでノーギャラで、協力してくださいと、もう正直に言ったんですよ。だから、よかったおーってですね、オッケーって言って、もうすっごい協力をしてくれる。なぜなれば本人も鹿児島弁で飯を食ってるわけですので、ノーと言えないと言われてですね、おお、なるほどと思って後から気づいたんですよ。で、なぜ乗ってないのがあるかというと、個性のある落語家さんなもんだから、出るところに行ったら、まあ、割と社会を風刺した落語とか、人をこう何ですか、犠牲にしてやっつけて、それを楽しみながら話を展開していくという、落語的に落語はそうですよね。割とこうなんかね、人をこうなんかこうあれをして、そこから面白おかしくやっていく展開ですから、メディアさんによってはあんまり好きじゃないところもあるんじゃないかなと思って、一応二通り作ったんです。これが大正解だったんですね。はい、もうあるテレビ局に営業に行くときにはこっち持って行って、あるいはこの方を採用しているところのテレビ局にはこっちを持って行ってって言って、でこの方が出られたら、おお、この方が出てる、お、今日、その番組組みましょうとか、非常にメディア対策にはなりました。